人材紹介に勤めている29歳です。サラリーマンが副業で1億円から3億円規模の事業売却をするならどんな事業をするべきでしょうか。まず逆算してほしいんですけど、1億円、3億円規模で売却をする。じゃあ仮に3億円だとしましょう。3億円手元に欲しいよって思った時に皆さんどうするかっていうと、マジでね、簡単なんですよ。3億円ぐらい手に入れるのって超簡単なんですよ。もう超簡単なんですよ。で、大体なんでそんなこと言ってできるわけねえんだとかいろいろ言うかもしれないけど、もうそれ諦めてるからですね、みんな。もう諦めてるから、あとお金の正しい稼ぎ方のプロセスを知らないから無理なんですよ。で、3億円稼ぐにはどうしたらいいかって逆算して考えてみましょう。そしたらですね、話は単純で、3億円の事業価値のある企業価値、企業価値のある会社を作ればいいんですよ。はい、企業価値がある会社を作ればいいです。で、企業価値どうやって求めるのっていうと、まあ僕の話見てくれる人は分かると思うんですけど、3億円、ですね、年間の利益の7倍から8倍ぐらいが平均の企業価値になります。まあもちろんいろんな要素がたくさんあるんで一概に言えないんですけど、大体そんなもんです。で、つまり3億円の、3億円会社を売って3億円稼ぎたかったら、月に、9000万とか、まず、計算できなかった。あれ、月にじゃねえよ。何の話してんの今。ごめんなさい。年間で、年間で4000万とか。か。だよね。そんなもんでいいのか。だから改めて考えてみると。4000万でいいんだよね。4000万かける7とか8ぐらい。3億とかあるね。そうだよね。ね、年間で4000万ぐらいの利益が出る会社を作ればいいわけだ。そう考えたら結構超簡単じゃねって思うんだよね。そうなんですよ。これ本当なんですよ。企業価値、いわゆるバリエーションっていう言い方するんですけど、会社の企業価値の求め方は大体7倍から8倍。年間利益の7倍から8倍です。それで企業価値が出ます。はい。だから年間4000万ぐらいの利益が出る会社を作ったら、その会社の価値は、まあ業態とかいろんな条件によるんですけど、2億円から、まあ2億円で3億円近くになります。じゃあ会社を売ろうと思ったら株主だったら、会社を売却すれば3億円入ってくるわけですよ。で、金融所得課税が今2割なんですから、どういうことかというと、会社の売却益は2割、の税金で済みます。普通ね、お金たくさん稼いだら税金で半分持って帰ったらすごい悲惨な目にあるんですけど、株式の売却益だけは、2割で今済むんですよね。今それを改正しようかみたいな話になって、ちょっとね大変なことになって話題になってますけども、今現状今日時点では、ね、2割なんで、はい、そういうふうにお金稼いだら簡単なんじゃないかなと思いますし、まあ逆に言うと1億円稼ぎたかったら、そのさらに3分の1ですよ。はい。なんでまあ1500万も、ね、年間利益が出てれば1億円で売れますから、結構現実的にできます。はい。はい。なんでね、僕の配信見てね、お金、稼いだ、会社売って売却してお金儲かったっていう結構実はいるんですけど、みんなこのやり方をやってます。はい。このやり方をやってます。